さて、じゃあ探していくか。ゴミ屋敷化してるよ。汚いな。すげえな。餌入れ。あ、犬いるもんね。ポンピドゥっていうの。ポンピドゥ。プードルならともかく。かわいいな。どういう意味なんだろう。ない。何にもないよ。そんなことあるんだね。わあ、セクシーな感じ。これより骨の方が好きみたいだね。配線弱いの。これじゃエロ動画落とせないぞ。何の話してんだよ。おえて。フランクとクロエが一緒に飲んでる姿は想像できない。まあね、でも元は仲良かったんだもんね。クロエとこの車で旅行できたら楽しいだろうな。もうキーあるし奪っちまおうぜ。ネズミ捕りを回避したい理由があるのかな。ああ、そういうこと？レーダー探知機、なるほどね。まあ、なんか、まあそうだね、いろいろあんだろうね。クロエは怖がるどころか楽しんでる。実際この状況楽しいもんね。なんか卑猥なやつ見てない？こいつ犬を使って何やってんだ。何やってんの。やめなよ。え、何やってんだろうね。あんま詳しくは教えてくんねえのかな。表紙やば。ああいう表紙、表紙っつうかデスクトップああいう感じにする人ってどういう感じなんだろうね。絵に描いたような汚い台所。本当にね。うわ、ピザだ。残ってる。なんとかに刃物は要注意だよ。あ、ここも開けれんだ。何にもなし。犬の餌なのかな。あとは、チョコバー。首輪と犬のマスク。そりゃ、おやつも食べるよね。で、首輪と犬のマスクが何だって。気になる気になる。すごい数のビニール袋。リサイクルしようよ。まあ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 。いいね。フランクにも大切にしているものがあるんだ。そりゃ誰にだってあるよ。ビニール袋とかってだってあれだもんね。結局、はい、結局って言っちゃった。結局俳優とかだから、そんな自然を壊すとか言われてるけど、そうでもないらしいね、実際は。解読できそうにないな。なんて書いてあるんだろうな。ケイトって書いてない？なんか。書いてねえか。こんな写真撮ったのさ、フランク本気モードじゃん。何の何の何の。はいはい、無視無視。何の本気モードなの？気になる。シンク。人が生活する環境じゃないよね。すごいな。でも憧れるよな、こういうのめっちゃ。下は調べられねえんだ。プロトーチって何？ライターにしては大げさ。何なんだろうね。よくわからねえや。本、何の本だろう。本なんて読むんだろう。オンライン販売に進出？ああ、薬。インターネットビジネス初心者ガイド。まあ、誰もが通る道だもんな、初心者ってのは。通気口。何か道具があれば開けられるのに。ああ、そういう脱出ゲーム的な感じになってくんのか、今から。開けてみよって。秘密はなし。なんか特にほんとなんもねえんだな、ブランク。犬と一緒の写真は、めちゃくちゃいい写真じゃん。仲いいんだな、ポンパトゥーだっけ、ポンピトゥーだっけ。発見、フランクの宝物。ほんとだ。そんだけか。開ける？ここ開けれんの？あー、道具ね。この通気口外れそう。こじ開けるものさえあれば。何かあんのかな、どっかに。もう全体的に調べた気はするんだけどな。あ、処方薬。何の？これは自分用？商売用？それとも、両方？両方じゃない？あとなんかありそうなとこといえば。ステレオ？あ、これ宝物のくだりか。クロエにちょっと話聞いてみるか。あ、見ることしかできない。クロエは怖がるどころか楽しんでる。ドライバーみたいなやつねんかな。あ、バット。なぜ？アルカディア・ベイブルワーズに入団したいわけじゃないよね。まあ、もしもの時用なのかね。こじ開ける的なやつある？むしろ。
全部調べた気するけどな。もう一回、あ、ナイフってこと？やっぱそうか。これは使えそうだね。クロエに向けてビビらせてみようぜ、一回。無理なんだな。じゃあ、ナイフで開けてみるか。ナイフ。怪我しそうだけど、ね、残念。何もなし。ああ、そうなの。見る。やば、ナイフが壊れた。やばいね。戻してみよう。戻したらナイフも戻んのかな。便利すぎん、この能力。ナイフ戻んのか。自分だけが干渉してねえのか。さて、中身を拝見。ナイフは壊れねえんだ、こっちは。なんかあるね。取ってみよう。なんなんだろう。ああ、レイチェルとフランクの犬。かっこため息。喜ぶべきか悲しむべきか。なんて書いてあるんだろう。フランキー、この写真、この手紙読んでるということは今起きたってことね。昨夜ごめんなさい。昨日の私はどうかしてた。あなたに八つ当たりするなんて。それからポンピドゥもごめんね。最近は何もかもうまくいってなくて、いつまでもアリカリアベイに閉じ込められてるんじゃないかって気がしてる。あなたがいてくれてよかった。私にとってあなたはこの街で大事だと思える数少ない存在。一緒にいる時のこのことを思い出すと笑顔になれるの。一緒にこの街から出ていこう。永遠にずっと大好き。うわぁ、すごいな。でもクロエにも一緒にこの街から出ていこうって言ってたんでしょ。そういうタイプなのかな。この車を運転させてもらったんだ。すごく幸せそう。本当にね。本当にフランクと付き合ってたんだね。本当だ。こんなレイチェル知りたくなかったかも。なんだか雲行きが。なんだ。あなたがしたことは良くないよ。ドラッグのせいにしないで。本当に怖かったし、このまま元のフランクに戻らなかったらどうしようって思った。あんな状態を見たのは今回が初めてだったけど、もうあれで最後にして。私は獅子座で過去は振り返らない性格だからね。そんな関係あんだ。あなたのことと私たちの関係を大切にしたいからこそ言うけど、何かを変えないとこれからやっていけないと思う。まああるわな、そういうのは。なるほど、なるほど。じゃあ揉めたんだ、一応。2013年。なるほどね。あとナイフ使えそうなとかあるんかな。まあなさそうやな。一応持っとくか。で、クロエに報告だな。クロエ。がっかりすんだろうな。フランクにこんな写真を撮らせてたなんて、ラブレターも書いてフランクとやってたなんて、そんなの一言も言わなかった。なんで？怒るって分かってたからだよ。友達なら言うだろ。結局みんな私を裏切るんだ。そんなことない。パパは死ぬし、マックスは何年もいなくなるし。でも戻ってきたろ。そしてレイチェルまで。レイチェルは行方不明、裏切られたわけじゃないよ。うるさい。そんなこと聞きたくない。クロエ、クロエ、バカ、もうバカバカ、八つ当たりしすぎだろ。あ、バレるんかな。まあ、何も気づかないわな、そりゃ。まさか鍵が上に投げられたとは思わないわな。クロエさ、人生がうまくいかないからって全部私とか他人のせいにするのは良くないよ。だってそうだろ。それとも私が全部悪いってのかよ。誰のせいでもないんだよ、そんなこと。大人になりないはちょっと、まあ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 、そういう関係でも言われたらイライラすることあるしね。レイチェルにも責任がじゃないな。誰のせいでもないんだよ、こういうのは。起きたことはしょうがないし、誰のせいでもない。ジェファソン先生が言いそうなことだけど、それにケイトだって。ケイト・マーシュの件は悲しいよ。でも私の人生がクソだってことには変わりないだろ。今を生きろ、今を。じゃあ誰のせいだって言うの。父親以外に誰がいるんだよ。ウィリアム王子さん？ウィリアム王子さん？本気なの？そうだよ。パパは私を見捨てていなくなった。そんなわけないだろう。おじさんはクロエを見捨てたわけじゃないよ。自殺したってこと？
そんなの分かってるよ。でもママは自分を責めてる。パパに迎えに来るように頼んだから。ああ、そういうことか。私だって時々ママを責めたくなる。いや、そんなもしょうがないだろ。そんな嘘なんかじゃない。マックスには帰るはずの父親が急にいなくなる気持ち分からないだろ。分からないけど、でもあの日私は一緒にいた。あれは誰のせいでもない、事故だよ。関係ないよ。あれ以来私の人生はクソまみれだ。かもしれないとか言ったら絶対ダメ。でもクロエはまだ生きてる、私と一緒に。余計なお世話かもしれないけど。まあ本当余計なお世話だよ。クロエ、私一人じゃ何もできない。クロエが必要なの。レイチェルも待ってるよ。そんなこといいか、軽はずみに言って。でも送ってくれるのは優しいね。ああ、昔の写真ね。おばさんにもらった写真だ。あ、これ違うか。俺が立ち上がらなきゃいけない。何今の、何が起きてるの。あ、写真の時に戻れるようになるってこと。写真の世界に行けるみたいな、スーパーマリオみたいな話。楽しそうやな。わあ、やっぱそうなの。どうやってピント、ああ、そういうことね。むず。こういうことか。え、ちょっとむずくないこれ。え、これでよくない。マウス左ボタン長押しで写真に視線を合わせる。難しい。あ、これでいいのか。これでいいんだな。難しい。今のが一番難しかったわ。え、本当に？パパね、最新のパソコンを買うんだ。マックス可愛いな、ちっちゃい頃。フラッシュは平気だったかい？アルバム行きだな。それは私が決めるの、約束したでしょ？ねえ、マックス。ちょっと、顔真っ青だけど、大丈夫？うん、ちょっと、多分、大丈夫。よし、じゃあクロエ、決めてくれ。え？そうね、家族アルバムに保存ということで。どうなってるの？はい、ところで、おじさんがいる。そうだな。クロエはまだ子供。そんなに前まで戻ったの？自分のフランスではクレープっていう。18歳の私が13歳の自分の中に。こんな何でもできるじゃん。え？ウィ、じゃあ卵を割ります。フランスの家庭みたいになってる。卵はいくつ使うんだ？ママは適当だよ。あ、そうなの？そうだね。写真？じゃあ何個？今度は私が撮るよ。はい、ポーズ。スターにしてよ。かっこいいこと言うな。若く見えるようにな。そんなパパになりてえわ、俺も。若く見えるようになって、フレーズ覚えとこ。まさか、シェフを疑ってるのか？へえ、本当にシェフのつもりか。クロエとおじさんの絆が見て取れる。ママがいない。それから愛も。なるほど、ね。そんな写真だね。とても幸せで、屈託のないクロエ。私が変えない限り、帰れるの？もう未来を。パパが自分の家族みたいに大好きだったおじさん、今日死なせるわけにはいかない。なるほどなるほど。絶対におじさんが生きてる世界線を作れるってことか。今からおばさんはおじさんを本当に愛している。ラッキーなあなたへ、昇進おめでとう。ツーホエールズのワッフル1週間分でお祝いよ。素敵な妻だな。もしもし、ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってた。ここから先はぼやけている。ああ、そういうことか。まるで写真の縁から出られないみたい。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。あ、そういうこと。他にありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。あ、なるほどなるほど。そういえばこんなの読んでたね。なるほど。でも
この日を境におじさんを車に乗せたら、また西武マートまで女王陛下を、あ、なるほど、あ、ジョイス平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね、バカみたい。それがパパのいいところ。ジョイスおばさん、鍵を、あ、鍵を隠すのか。汚い言葉、1ドル罰金。罰金じゃなくて大学金な。鍵はいいな。こんなに散らかして一緒にいろんな絵を描いて楽しかった。だからこのパパを行かせちゃダメなんだ。行かせると死んじゃうんだ。クロエは漫画好きだった。この髪、そういうことか。漫画に憧れて髪青くしたんか。あ、バカ野郎、何発見してんだよ。隠さなきゃ、鍵を隠さなきゃ、鍵を隠さなきゃ。ここにあったんだな、ここら辺にあったんだな。鍵はジョイス、懐かしい、夜一緒に映画を見たこういう空間いいよね。鍵どこやったんだ。鍵は、え、どこであいつ鍵見つけたの。買い物ね、もちろん迎えに行く。モカにありつけるかもしれない。そうだな、モカにありつけられるかもしれないからな。じゃ、これ忘れてた、東大。お父さんへ、東大への日帰り旅行おめでとう。この日忘れないようにスケッチで残して愛を込めてくる。うまいじゃん。うま。鍵どこにあったんだ。西武マートまで女王陛下を迎えに。どこだどこだ鍵。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。ユニークだな。それがパパのいいところ。鍵どこだ鍵。くそ、鍵はどこに行った。本当だ。汚い言葉、1ドル罰金。ま。罰金じゃなくて大学資金な。微笑ましいが。とりあえずおじさん、あ、そっちか。違うのね。どこどこどこ。あー、なるほどね、オッケー、わかった。お前が鍵を、あれ、すぐ行くよ。お前が鍵を手に取ることはないって言おうとしたのに。さて、結局旅行は実現しなかった。しゃあないわ。セーブマートまで女王陛下を、え、鍵を取りたいんだけど、これ取れねえのか。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカ、取れねえんだな。それがパパのいいところ。え、何、じゃあこれ見送るしかねえの。鍵はどこに行った。汚い言葉、1ドル罰金。罰金じゃなくて大。うちはこういう家族写真撮ったことないな。そうなんだ。どうすれい、どうすれい。おじさんから鍵をもらうんかな。発見されちゃダメなんだろ。鍵を閉めといてくれよ。仲良く遊んで家を壊さないように。待て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 、あとワインの試飲会はダメだぞ。楽しそうやな。言うこと聞かないと。ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキはお預けだ。なんだと。マックスはどうするんだい。マックスはずっといるの。そう、バカバカバカ、行くな。お前を行かせるわけにはいかない。え、あ、そっか、これで見れるんだ。調べよう。気をつけないと。あ、そういうことか。おじさんに見られちゃう。おじさんに見られないようにってことね。見られないように、今だ。よし、よし。あとはどこに。クロエたちと朝ごはんを作ってたとこれずっと持ってりゃいいか。で雇って花瓶に隠す、紙くず、え、鍵を隠す、どうしような。ああ、買い物ね、もちろん迎えに行く。どうしようどうしよう。スノードームだ、すぐ行くよ。素敵なスノードーム、どうする、どうする。セーブマートまで女王陛下を迎え、鍵を投げようぜ。もう平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカみたい。よし、これでバレることはない、絶対に。くそ、鍵はどこに行った？確かにここに置いたのに、うん、なんかワープしたの。ワープっつうか。おーい、鍵を応答せよ。なるほどね。だからどっかに隠してたら、もう二度とこのピッてやつで音が鳴ってダメだったわけか。ね、バス停はすぐそこだし。確かにね、明暗だ。いや、いいパパかよ。そうそう、バスはいいですよ。15分おきに来るし、おじさんとおばさんと買い物袋を乗せる場所もいっぱいあるし、環境にもいいし。もうそのつもりだよ。ではバス停に行こう。ジョイスに怒られなきゃいいや。めちゃくちゃいいパパじゃねえかよ。光の中に。今日のマックス絶対おかしい。大丈夫だよ。クロエやったよ。大成功。大成功なの？え？あ、そういうことか。これがこの未来だったってことか。あ、未来を変えれたんだ。
何この演出。あ、一人ぼっちだったクロエね。バックパックしょって。ああ、もう、じゃあ、この未来じゃん。絶対に。あー、ごめんよ、デイビッド。デイビッドだけはごめんよ、本当に。こんな素敵な。まあ、デイビッドもいい未来が待ってるよ、絶対に。ああ、もういいじゃん。これしかねえわ。ちょっと怖いけどね。ちょっとホラーっぽいけどね。車もらったんだ。よかったじゃん。そっちの未来で行こう。じゃあ。これで帰れたのか、未来を。ネイさん。ちょっと、ちゃんと聞いてる、マクシン。何マクシーンって今そんな仲いい感じ私ら。ごめんごめん、マックスって呼ぶ約束だよね。めっちゃ仲いい感じじゃん。お詫びの印に後で何何何何ぼーっとしてんの。なんか様子が変だよ。大丈夫。やっぱりボルテックスに入れたの間違いだったの。何が誰がボートには誰も入れたくないんでしょ。そんなこと言ってないし。ウォーレン、ステラと付き合ってるの？そうなの？嘘でしょ、ウォーレン。え、ウォーレン。ウォーレン嘘だろ。そんな。そんな。何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの？クロエ。クロエ学校通ってんのかな？マックスも服装違うし。デイビッド。え、目まぐるしく変わった今、未来が。もしかして竜巻とか来る未来もなくなったってことなのか、これ。めちゃくちゃ、デイビッド。ちゃんと仕事してんな、お前。あ。あ、クジラが打ち上げられてんだ。あ、じゃあ異常気象は変わってねえんだ。すげえな。クジラって。あ、クロエの家だ。青だもん。電気がついてねえのか。クロエ死んでねえよな、さすがに。いや、怖えわな、ここ入んの。そっか、お父さんを復活させた代償にクロエが死んじゃったりしたんかな。うわ、そんな未来は絶対に嫌だよな。どう考えても。マックスじゃないか。パパは生きてんだ、やっぱり。一体いつシアトルから帰ってきたんだい。またこうやって君に会えるとは思わなかったよ。いえ、あのクロエは今どこに。クロエは君とずっと会いたかった。あ、生きてんだ。よかったよかった。クロエ、お客さんだよ。なになになに、どういうこと。どういうこと？喋れないのか？どんな未来なのこれ？あ、終わっちゃったわ。カオスセオリー。
どうなんのこれ。あ、飛ばせた。お金を盗んだ 48% なの。いやもう、クロエのこと気になりすぎて、こんなフィードバックしてる場合じゃねえわ。クロエにキスしたのは、多いんだ。クロエに味方するわな。こんなん絶対そうだもんね。フランクの犬に怪我をさせなかった。当たり前だよな。まあ、なんとなくわかるもんね、あの選択肢は。デイビッドの銃はクロエが持っている。デイビッドの銃はフランクが持っている。はぁ、そんな、あ、ここをフランクが持ってても、取り返せたは取り返せたってことか。オッケーオッケー。リサは生きてる。あー、あれか、あの、植物ね。ウォーレンの成績を書き換えた。あー、少数派なんだ。パーティーの名前を書いた。名簿の他人の名前を消さなかった。あ、消すことできたんだ。面白。警察からのイルスを削除した。まあ、削除するわな。アリサを助けた。それ助けるわ。ホームレスの女性に警告した。したね。過去に戻った時に写真を撮った。撮った。暖炉に印をつけなかった。つけてえよ。つけてえよ。今からもうやり直して。何それ。つけた。つけたすぎるわ。まあ、これでいいんかな。わあ、なになになに。どんな未来が待ってんのこっから。クロエあのままでいいか果たして。クロエを救う方の未来もある。エピソード4暗室。あ、なんかここのトップページみたいなのも、トップページってなんだろう、タイトル画面も若干変わってくんだ。季節がどんどん変わってくのかな。まあいいか、とりあえず今回はこんくらいしときましょう。クロエあのまま救われないとかないよな。だったらすげえ嫌だけど。まあ、こっからまたエピソード3終わったんで、4やっていきたいと思います。次回このぐらいにしときましょう。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。